はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。村正です。というわけでね、前回の続きからやっていきたいと思います。連続で撮ってます。あ、これ上行けんじゃん。ちょっと待って、上と右に行けんのか。これで俺毎回上に行ってたからダメなんだ。じゃあ今回はちょっと右に行けそうだな。ちょっと待って、もうこの道って一緒じゃん。ちょっと待って、一緒じゃん。あ、でもね、ちょっと待って、これ左行けるじゃん。なんだもう。あ、でも下に宝箱があるから取りたい。樹氷のビーズ。はい、説明ですね。説明。樹氷のビーズはですね、チェーン状の氷が凄まじい勢いで全体に与える。ということはこれ、アイスチェーンかなんかかな。うん、多分。右行って上行って上行って、逃げよう。押す。もしかして、ああ、間違えたな、俺多分。ちょっと一旦戻るか。あ、ここで合ってる。の、左行って、上行って、上行って、右行けばいいのかな。で、右行って、合った。合ってた、今回は。お、ラッキー、あ、なんか岩、怖い。ここなんだ。嘘！いや、もうちょっと今びっくりしすぎて沈黙してしまったわ。放送事故やろ。びっくりした今。マジ焦った今。まあ普通にね、うん、攻撃で食らうみたいなんで攻撃していきましょうかね。パワーでフェリス。逃げた。逃げんの？何それ。逃げるとか何。雑魚。これは、あ、これも戦うんだ。逃げるとかやめてください。本当マジ勘弁。何、魔法じゃん。怖っ。いやでも一発ぐらいやったら大丈夫っすね。あ、68も食らう。結構食らうな。ヒールモア。ちょっとね、怖いですよね。何してくるか分かんないから。普通に。ちょっとここら辺はね、大事なんで、やっぱり取っておきます。はい。あ、全然、うん。大事でもないかな。これで最後かな。押し、倒れた。ストーンゴールも倒した。2400、3200。おいしいな、経験値。どうかね。あ、何もないんだ。じゃあ、こいつはなんだ。ヒールも。こいつも戦うんかな、じゃあ。よし、戦おう。食らわんかった。
でフェリス。80は痛いな。もう一発パワーをフェリス。おお、食らうね。やばい、あ、死んだ。やられた。くそー。でもここから来て戻るのめんどくさいな。このまま進みましょう。ストーンゴーレム倒してフェリス上がった。16の5365。いやー、まさか死ぬとは思わんかったな。いいやつ。あ、やった、石なくなった、ラッキー。じゃあ今回のメンツはですね、アドラセル、火じゃない知恵をミレーネに久しぶりに出しましょうかね。ミレーネ回復がそこまでないけど、ヒール、ちょっと待ってヘルスで、モアヘルスを主人公自分にやっていきましょうかね。いやー、マジか、ちょっと残念。え、ここも、今度どれだろうな。多分どれかを倒すと消える気がする。ということで今回は左に狙いを定めて、気合で、魔法でブラックアウトとか食らう気はしないけど、ブラックアウトで、え、食らうの？いいの？こんなの。え、あ、ありがとうございます。いいんすか？あ、やっぱ左じゃ何ないんだ。じゃあ真ん中は？じゃあもう一回ブラックアウトしようっと。食らうっていうことが分かったから。あ、ミスなんだ。あ、OK、ナイス。あー、ちょっと MP 回復したいですね。こいつは普通に攻撃してっていいかな。死の口づけ。あ、ミスなんだ。あ、食らわないんだこいつ。なるほどね。いや、1かやっぱりこいつじゃ。期待はしなかった。あ、やば。いやー、ミレーネどんぐらい食らうのやろ。おー、94とか。ちょっと待って、おー、101。あ、待って、それなら、ちょっと待って、それならヒールやらしてください。ハイヘルスじゃねえな、ヒールだな、やっぱり。まあ、50しか回復しないですけどね。まあ、しないよりはマシってことで。ラスト、ラストにもならんかったか。おお、怖っ。あ、真ん中やってんや。なるほどね。もう一回ヒールで。いやー、回復がないときついな。下に行ける。右左、じゃあ右真ん中ってきたら今度は左やろ。ブラックアウト食らうかな。
ラックアウト食らってくれると、一番嬉しいな。よし来た、ラッキー。あ、リーシャン上がった。95の543、順調に上がんな。はい、ダメブラックアウト。当たらんかった。当たったし、あれどっちどっち、これあ、まだ、あ、右か。じゃあくそ、なんだしこいつ安定のブラックアウトでぐらいな。あ、当たんなかったか、さすがに。モアヘルスでミレーネ。で、ガードして、で、ブラックアウトをすると。当たんない。あ、ちょっと攻撃した方がいいな、そのまま。魅惑の瞳。ミスかよ。こいつから MP 取れたらいいのにな、魔法やってくるから。3345プロミネンス。なんだプロミネンスって。よし来た、道具。じゃあ魔法だ、説明。ミレーネ、プロミネンス。炎の柱が全ての敵を焼き尽くす最強の火の魔法。あれ確かさ、なんかドローってなんだっけ。あ、攻撃力を下げる。へえ、ファイヤーボールが最強言ってなかった。最強クラスね。なるほどね。使う。ヒール。もう一発。で、道具で。マジックボトル？あ、違う。魔性の香りをミレーネに使って。あー、全然使うわ、魔性の香り。で、道具でオートシフト。はい、また左から挑んでやんよ。もう攻撃してった方がいいのかな、ほんと。よいしょ、よし、食らわないのかよ。めっちゃ食らう感じやったやん今。モアヘルスでミレーネ。んで、あー、もう何もできないこいつ。普通に今回全部戦闘入れちゃってんな。必要な部分だけでいいかな。
そして最後、よし、いやーどうやろう。あ、ラッキーヒール、よし行こう。あーでもちょっと待って、ヘルスであかんわ、フェリスとヘルスでリーシャインを回復と。あ、ラッキー下に行ける。もういいや、何でもとりあえず適当に選んでみよう。違う、今回はブラックアウトにかける。頼んだー、はい、ミス、残念。攻撃していこう、おとなしく。ということでここはカットかな。よし、ギリ倒した倒した。どうかなどうかな。お、来た、ラッキー。うわ、ちょっと15も使うのもったいなかったな。え、ちょっと待って、ちょっと待てよ。ムスクでミレーヌ40きた。40なら一発ブラックアウト使えるよね。よし来た、ラッキー。よし、あ、これ押せるやん。え、なんや、ラッキーラッキー。なにこれ、古代の鏡。あ、これが目的なんや。あ、じゃあもうクリスタルでも、ま、ワープゲートでクムに戻りましょうか。でこっからですが、まあいい時間なんで今回はこの辺で終わろうかなと思います。はい、まずその前にですね、戻りましょうか、クムに。で宿屋に泊まってセーブして終わります。はい、泊まると思う。おお、8万にもなってる、すげえ。3番に。ではでは今回はこの辺に失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。